あっこんかこっこん木を切るべ。オーラはき氷森の恋人。はあよっちゃれよっちゃれよ。なに昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一からやり直しだ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでも食らえ、いたずら変身ビーム。それよえ。けけけけけ、いたずら大成功。キコリを犬にしてやったぞ。おいらやっぱり天才かもね。さてと、次はどんないたずらをしようかな。うっててってて。うっふふふっと。おう、そういや、この宝箱は空っぽだったな。しめしめ。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。今の光景は一体何だ。お前、この光る根っこに何かしたのか。マジか、このワンコロが木こりのおっさんだってのか。やれやれ、牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。勇者様との旅は退屈そうにねえぜ。まあどのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。ケケケケケケケ、来たな来たな。俺はいたずらデビル。ほーん、でうげー、リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。いくぞー、むーんがい。くーく。おいおい、どうした、それで終わりか。もっとびっくりさせてくれよ。なんだと、生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。いくぞ、あっかー、いたずらしてやる。おととい来やがれ。まさかあんた、あのワンコロか。わっ、あ、じゃない、おう、オラは木こりの満腹。あんたらのおかげで人間さは戻れた。だいや、ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。
何かオラに手伝えることはねえか。手伝えることか。なあ、あるぜ。あの魔物が壊しちまった橋は早いとこ修理してもらいたいんだ。それならお安い御用だべ。橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んでいくといいべや。ありがとな、キコリのおっさん。そんじゃお言葉に甘えるとするか。やあやあ、お待たせしてすまんかっただ。壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。おお、仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。それにしてもそこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。ありゃよく考えたら命の退治の導きに間違いねえべ。命の退治の導き？んだ、退治の導きはオラが子供の頃から今は亡きじい様からよく聞かされてたな。世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の大樹さいうもんだ。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を保つと言われる神木だな。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた大樹の根っこが顔を出したもんなんだ。そしてあの根は選ばれし者だけに大樹の意志を伝える。オラのじいさまはその不思議な奇跡を大樹の導き、そう呼んでいただ。オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じいさまのほら話だと今の今まで忘れていたぐらいだべ。兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし羨ましい限りだべ。ふん、勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ。おかえりなさい。お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。お腹が空いたでしょ。さ、早くテーブルに。あんた誰なんだい。何言ってるんだい。うちの子はまだ6歳だよ。お前さん、私をバカにしてるのかい。さ、とっとと出て行っておくれ。でないと人を呼ぶよ。
ありがとう、お兄ちゃん。私、エマっていうの。お兄ちゃんは？うん？あ、わかったわ。お兄ちゃん、あの子を探してるのね。あの子なら、テオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。ねえおじいちゃん、はしご知らないはしご。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。わかったわかった。待っておれ、今行くでな。おや？はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？ううん、知らないよ。あの青年はわしに用があるようだ。二人は向こうで遊んでなさい。はい。さてと、お前さんもあの子じゃな。そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわい。そんな辛そうな顔をして一体何があったというんじゃ。わしに話してみなさい。なるほど。どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようだな。頼りにしていたデルカダール王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。だがこうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。しかし大きくなったの。これほど立派になったお前を見ることができ、わしは過保護者じゃ。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。お礼を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。またこの村に遊びに来てね。
何ぼーっとしてんだ？大丈夫か？まったくひでえことをしやがれ。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういや、お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいになんか見えたのか？へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあじいさんの言葉を信じて医師の大滝とやらに行ってみるか。医師の大滝は村を出て東に向かったところなんだな。辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ。手紙か。一つはかなりボロボロだな。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したらユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ？親愛なる孫へ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだかの。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしは
お前のじいじで幸せじゃった。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるベルカダール神殿だ。よろしくな。こんなことは。来た不運を呪うんだな。覚悟しな。終わったな。やったぜ。ち、手こずらせやがって。しかし、なんだって魔物がオーブを狙ってやがるんだ？まあいいか。やっと手に入った。長かったぜ。諦めかけていたレッドオーブが、今はこうして俺の手の中にある。俺は確信したぜ。お前と一緒にいれば、いつか俺の願いは果たされるだな。おっと。願いは何かって質問はなしだぜ。これは俺の問題だからな。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。見つけたぞ、悪魔の米。くそ、ここまで追ってくるとはな。おい、逃げるぞ。
兄さんからもらった石を出せ。逃がすものか。災いを呼ぶ悪魔の子め。走るぞ。悪魔の子め、逃がしはせぬ。地の果てまで追いかけてやるからな。ふう、なんとか助かったみたいだな。しかし、ここはどこだ？見渡す限り、何にもねえぞ。